どうもじゅんです。今回はですねユニクロ U2022 秋冬コレクションのメンズ全型ご紹介していきたいと思います。ついにですねほぼ全型公開されました。ちょっと、ね、2つに関してはまだ未公開なんですけど、まあ、後ほどねご紹介したいと思います。日本の方ではですねプレスリリースとか見てみるとまだユニクロ U のそのね情報解禁になってないわけですね。イネスとか花田島に関してはもうプレスリリース公開されておりますけど、ユニクロ U まだかいなと。多分ですね9月下旬頃その秋分の日とかに発売来るかなと思うんで、もうじきね日本でも情報解禁になるかなと思うんですね。9月23日金曜日が一番怪しいかな。で、どのね、サイト見たらそのリーク情報載ってんのということなんですけど、それがですね、こちらでございます。韓国のユニクロのサイト見ると、実はですね、もうほぼ全型載っております。今回ですね、もうメンズに特化して、ババーンとご紹介していきます。で、最後にですね、もう僕的マストバイ3つ、これは買った方がええでっていう3つご紹介しよう思ってます。ゆっくり見ていってください。こちらですね、またイーサンさんに情報提供いただきました。ありがとうございます。やっぱりですね気になるのはアウター、そしてボトムス、さらにシャツとかトップス、そしてグッズ、この順番でねご紹介していこうかなと思っております。今回ですねメンズに関してアウターは6型あるわけなんですけども、まず最初にチェックするのはやっぱりコートじゃないでしょうか。ユニクロ U のコートはねまあ、間違いないんですね。こちらブロックテックコート、サイズはですね S から XXL、 カラーが2色ございまして、ブラックカラーとオリーブカラーでございます。これさ、このオリーブカラーとかもめっちゃかっこいいんだよね。ブラックもよしだし、でブロックテックコートということで、ね、まあ、雨とかをちゃんと弾いてくれるわけですよね。チェックしていきましょう。このような感じですね。襟とかもブリンブリン、ちょっとデカめでかっこいいですよねと。で、さらに立ててやるとこんな感じ。袖はこんな。で、さらにポケットが今回特徴的だよね。外側に大きめのフラップポケットがついてあったりするわけ。で、内側にもポケットございます。こうやって見るとわかるんだけど、素材がさ、ちょっと硬めな感じやんか。止水テープ貼ってそうな、なんていうかな、ユニクロマルニーでも同じようなの発売してましたよ。レディースで。ちゃんとこう水を弾くし、風も防ぐし。ただ、ちょっと売れ残り半端ないですよね。ユニクロマルニーのブロックテックのあれはね。で、さらにこちら、内ポケットもあるし、で、脇のところかな、なんか穴が開いてあったりするんで、まあ、通気性もいいかもしれないですよね。で、こちら価格載っておりますけども、ウォンで書かれてるね、14万9千ウォンということで、まあ、日本円にすると、だいたい1万5千円ぐらいなのかな、みたいな感じ。アウター2点目、こちら、ポケッタブルロングコート。これはね、みんな狙ってる方、多いんじゃないでしょうか。マジでこれは男女兼用なんで、即完売する可能性ございます。まずですね、ブラックカラー。これが一番人気だっしょ、多分。ブラック普通にかっこいいやん、みたいな。で、さらにダークオレンジ。これ女性の方に人気高そうだよね。で、さらにナチュラルカラー。秋冬だからナチュラルカラーはね、そこまで人気じゃないかもしれないですよね。まあ、多分黒から普通に売れるんちゃうみたいな。サイズ的には S から XXL。多分 S と XXL が即完売の予感してますけどもね、オンラインだったら。で、ディテール見ていきましょう。ポケタブルということで、こんな感じで折りたたむことができるわけよね。めっちゃええやん、みたいな。で、フードもついてますし、でさらにこうギュッと絞れるやつもあるし、袖のところ長さ調節できる、なんか結構シワ感があるそういうポリエステルなんかなと思うんですけど、でこれもなんか外側にフラップポケットがついてるわけよね。で背中はこんな感じと、で内側がこんな感じですね。結構ペラそうなんだけど、ちゃんと雨とか風防いでくれるから、中に例えばあのニットとかパーカーとか着込んでやれば全然冬でも着れるかなみたいなアイテムでございます。アウター3点目 UTT ショートブルゾン、こちらカラー2色ございまして、ブルーカラーとオリーブカラーね。めっちゃこうミリタリーテイストな感じではありますね、これ。オリーブとかね。でショートブルゾンなんで結構丈短めな感じかな。シャツとかチラ見せレイヤードしてやってもかっこいいかもしれないですね。チンストラップとかついてるんで、こう首元がめっちゃあったかそうですわ。アウトドアとかそういうアクティビティにも向いてるかもしれないですよね。こう結構なんていうんですかね、悪く言うとごちゃごちゃしてるっていうか、
ていうか、ユーティリティジャケットだから、なんかいろんな場面で使えそうですね。こちらも脇のところ穴開いとるんで、通気性がいいんかなと。内ポケットもあるし、もうポケット何個あんねんみたいな。そんな感じでありますよね。で、さらに裾のところギュッと絞って、シルエットを変えることも可能となっております。アウター4点目、こちら、ウールブレンドシャツジャケットでございます。これ確かユニクロ U らしいっちゃらしい感じではありますね。大人めな40代、50代の方が着てても渋かっこいいみたいな感じね。ダークグレーカラーにブラックカラーで、サイズが S から XXL なんだけど、これなんかぶっちゃけ、なんかプラス J で、去年発売してたやつちょっと似てますよね。あれ結構オーバーサイズ目だったんだけど、このサイズ感ちょっと気になりますよね。ジャストなのかオーバーサイズなのか。ウールブレンドということなんで、100% ウールではないんだろうけど、めっちゃ軽くて、多分めっちゃ柔らかい、そんなね、生地感かなと思います。で、こちら外にもポケットついとるし、内側にもポケットついてるし、これはありだね。価格がこちらだいたい1万2000円ぐらいかな。アウター5点目、こちら、フードジップブルゾンですね。これなんか今まであんま見かけない、なんかパッと見パーカーかなみたいな、そんな感じのシルエットですよね。カラー的にはブラウンカラーに、ナチュラルカラーに、グレー、ブラックカラーか。さっきのポケッタブルロングコートとカラー展開似てますやんね。で、これなんかね、中がめちゃくちゃあったかそうで、なんかフリースっぽいね、生地感なんだよね。バチあったかそうやない。で、袖のところとか、あと裾のところギュッと絞ってるんで、まあ、風はね、冷たい風は入ってこないだろうなみたいな感じ。価格はこちら9990円ぐらいでしょうか。これもね、まあ、シンプルで良さそうだね。この韓国のサイト結構珍しくて、素材も書いてるし、製造された月とかも書いてるの。今年の4月には、もう中国で作られとるということなんですね。メイドインチャイナ。素材も見ておきましょう。どんな感じなんと。綿 100%。表は綿 100% で、で、裏側、内側はポリエステル 100% なんかな。アウターラスト6点目、ボアスウェットトラックジャケットでございます。これかっこいいよね。しかも、襟が結構高めなんよ。カラー2色ございまして、ブラックカラーとカーキーカラーね。これシンプルでめっちゃええんちゃうみたいな。これプラスコートだけ。でも絶対行くな。サイズ XS から XXL、 XXL 欲しいな。オーバーサイズ目で来たいなって感じなんだけど、ディテール見てみるとこんな感じ。まあ暑かったらこう襟曲げてやってもええしって感じで、袖はこないな感じ、まあ、ポケットも普通にシンプルな感じですよね。なんかゴテゴテしてないのがいいよね、ユニクロ言うてね。でカーキーカラーもいいし、ブラックが一番無難でかっこええやないの。これオーバーサイズ目欲しいな。これトラックジャケットって言ったら、もともとそのスポーツ用のやつだと思うんだけど、まあそれをカジュアルに落とし込んだやつかなと思いますね。価格が5900円ぐらいかにゃ。続きまして、ボトムス5型ですね、チェックしていきましょう。まずね、このトラックパンツよ。さっきのトラックジャケットとセットアップで着用できるやつなんやけど、ブラックカラーにカーキーカラー。なんかセンタープレス入ってるのかなと。で、シルエット的にはこうワイドでテーパードみたいな、そんなシルエットでしょうか。これも良さそう。ウエストのところゴムになってて、ポケットあって、はこれないのかな。ゴムでギュッと、紐でギュッと絞る感じで、内側がさ、なんちゅう、フリースみたいな感じになってて、めちゃくちゃあったかそうなんだよね。フリースみたいな生地やばいぜ、あったかいぜこれ。価格がだいたい4900円ぐらいでしょ。だから上下セットアップで1万円いかへんかなぐらいの価格かなと予想しております。ボトムス2点目、こちらはですね、コーデュロイのパンツですね。コーデュロイワイドフィットワークパンツということで、カラー3色ございます。このね、渋いオリーブカラーにダークブラウン、茶色なんやん。で、さらにブラックカラーね。で、ワークパンツということで、よく見るとですね、このサイドのところに、なんかポケットみたいなのがあるんだよね。だからここになんか入れれるかな。まあ、デザインだけかな。実際なんか物入れる人いないよね。傘とか入れる人いないよね。で、さらにちょっとテーパードかかったシルエット。結構ワイドめで、結構股髪長めで良さそうやない。おへそあたりにギュッと持ってきて、で、ワイドめの綺麗なシルエットになりそうな気しますよね。サイズは73から100となっております。ユニクロの店内行ったらさ、もう普通に工場用のシャツとか売ってるじゃないですか。あと他にもなんか秋冬のアイテムね、いっぱい売ってるかなと思いますけど、工場用あったかいんだよね。この工場用のパンツも絶対あったかいっしょ。ボトムス3点目、タックテーパードチノでございます。まあ普通のチノパンかなと思うんだけど、まあこれもね、センター
タープレス履いてて、結構腰周りがこうゆったりめな感じ、余裕ある感じなのかなと。カラーはブラウンカラーにブラックカラーにダークグレーカラーということで、これはまあ普通に合わせやすいチノパンですやんね。チノパン持ってない方は買うチャンスみたいな感じかな。そこまでなんか特別いいって感じもしないけどな。実はですね、あとボトムス2種類あるんだけど、レギュラーフィットジーンズ、セルビッチレギュラーフィットジーンズ2種類あるんですけど、こちらに関しては画像まだございません。ただ毎年発売してるようなっていうか、秋冬春夏毎回ね、ジーパンセルビッチデニムが発売してると思うんで、まあ同じようなデザインかなとは思いますけどね。続いてシャツとセーター合計11種類チェックしていきましょう。まず最初はフランネルオーバーサイズスタンドカラーチェックシャツ。これ結構かっこいいですよね。オーバーサイズ目でスタンドカラーになってて、でボックスカットみたいな感じ。このナチュラルカラーとこのブラックカラー2種類あるんだけど、どっちもかっこいいよね。どうなんだろうね、これね。実際に着てみたらダサいのかかっこいいのか、試着せんとわからん感じかな。襟のところがスタンドカラーになってて、で、胸ポケットもあって、袖のところもちゃんとあって。で、フランネル素材だから洗濯しても、シワシワにはならん感じかな。こちら以前ご紹介したんですけど、フランネルオーバーサイズチェックシャツでございます。カラー2色でブルーカラーとダークグレーカラーですね。さっきのチェックとはまた一味違う感じよね。割とこうヨーロピアンなそんなチェックシャツではないでしょうか。3点目こちらオーバーサイズワークシャツ。これ去年も似たようなやつ発売しとったんだけど、ブラウンカラーとダークグレーカラーですね。去年はスタンドカラーだったんだけど、普通のレギュラーのこういう襟になってますやんね。でポケットがまたね、なんか2つあるんだけれども、こう変わったやつ、ボタンがちゃんと見えて蓋がついてないってやつで、さらに袖こんなんで、背中こんな感じ。多分生地が結構しっかりめなんで、で選択してもね大丈夫なやつかなと思います。でこちらがオーバーサイズシャツですね。価格はどれもだいたい4900円ぐらいでしょうか。カラー3色でナチュラルとカーキ、もうカーキ珍しいですね。結構黄色っぽい感じ、さらにブルーカラーでございます。これ結構生地が薄めな感じでしょうか。どうなんだろう、オーバーサイズシャツ選択したらやばいやつかな。そしてオーバーサイズストライプシャツ、これは普通にストライプの柄が入ったやつかな。これも形さっきと同じかな。ナチュラルカラーとオリーブカラーになっております。ってことでさ、シャツがどれもボックスカットになってんだよね。今僕がねこれ着てるやつもなんちゅうかな、ボックスカットになってんだけど、僕個人的にはラウンドカットの方がなんか好きなんだけどな。なんかボックスカットってなんていうんかな、寸胴みたいな感じにならへん。ラウンドの方が割と好きなんだけど、今回のユニクロ U さんはなんかラウンドじゃなくてボックスボックスボックスなんや。続いてセーターチェックしていきましょう。こちらプレミアムウール V ネックセーターでございます。これなんかさ、なんていうかな、アゼっていうかリブっていうか、そういうデザイン性があってめちゃ良くないですか。肩のところも可愛いよね。カラーが3色ございまして、ブラック、そしてナチュラルカラーにダークブラウンカラーでございます。プレミアムウールいうことやから結構上質なね羊毛が使われとんのかなと。シャツとねレイヤードしてやってもいいし、1枚でも全然かっこええんちゃうかなみたいな感じですね。でこちらがプレミアムウールの V ネックカーディガンでございます。カラー3色でブラウンカラーにブラックカラーにグレーカラーですね。これも良さそう。プレミアムウールだから肌当たりもめっちゃええんちゃうみたいな。結構こう V が浅めな感じ、詰まった感じなんで、どうなんかなと思うんですけど、結構これがオーバーサイズ目だったらありだよね。これがピチッとした感じだとあんまり個人的には好きじゃないですけどね。でこちらがですね、ウールクレープクルーネックセーターでございます。ユニクロ U らしいカラーだ。オレンジカラーにオリーブカラー、そしてブラックカラーでございます。これもオーバーサイズ目で羽織りたいね。ダブル XL とかその辺の方がもしかしたらいいような気もしますけれども、ウールクレープっていうことだからさ、めちゃくちゃなんか着心地いいかもしれないね。あんま聞いたことないけど、ウールクレープってね。でこちらがですね、ウールクレープのタートルネックセーターでございます。このタートルネックめっちゃかっこよくない？首の長さがなんかめっちゃ絶妙ちゃうんと思うんですけど、このブラックカラーにオリーブカラー、そしてこのオリーブカラーですね。オリーブが2種類ございますわ。これもなんかオーバーサイズ目に羽織りたいな。ピチピチだとなんかキモい感じがするから、ちょっとオーバーサイズ目で欲しいなって感じもしますけどね。で今年のですね、パーカーがめちゃ変わってまして、ワイドフィットフリースプルパーカーでございます。フリースのパーカーなんだってみたいな。
ナチュラルカラーがこれで、ダークグレーカラーこれで、ベージュカラーこれでございます。確かに表の感じがさ、めっちゃフリースなんだよね。で、フードがこんな感じ。これ、フードの立ちはどうなんだろうね。毎年さ、普通にメンポリのフリース発売してるかなと思うんすけど、めっちゃ攻めてますよね、今年。フリースのパーカー持ってくんのみたいな。ポケットこんな感じで、素材こんな感じでございます。毛玉とかできそうな印象あるんだけど、まあ、あったかさは間違いないよね、と。サイズ XL から XXL となっております。トップスラスト、ガーメント大スウェットシャツでございます。これはカラー4色なんですけど、マスタードカラーにベージュカラー、そしてダークオレンジにダークグレーカラー。まあ、普通のスウェットシャツなんかな？ガーメント大ってどういう意味なんやろね。ディテール見てみると、まあ、シンプルな感じで良さそう。中は多分タオル地みたいな感じで、着心地めっちゃ良さそうですよね、これね。ラストをグッズ3点チェックしておきましょう。まずこちら、ブロックテックフィールドハットでございます。素材がブロックテックだから、ちょっとこう水とかも弾くわけでしょ。なんかめっちゃ変わってない。形もこの頭のところがラウンドになってんだよね。珍しい形ですわ。このオリーブカラーにブラウンカラー、そしてブラックカラーでございます。中から見てみるとこんな感じですね。なんかこうメッシュみたいにもなってんやろうか。でさらに長さも調節できるようになっております。そしてこちらポケットダブル 2way バッグ、なんかエコバッグみたいな感じなんだけど、ストラップもついてるみたいな。 2way で楽しめますというやつ。ブラックカラーにナチュラルカラーにブラウンカラー、そしてオリーブカラーの4色でございます。こんな感じで折りたたんで持ち運ぶことも可能っていうやつね。ラストこちらドローストリングショルダーバッグ、これさ春夏に発売されたやつのアップデートバージョンっていう感じなんでしょうか。結構これも即完売したやつですよね。ブラックカラーにナチュラルカラー、そしてブラウンカラーにオリーブカラーの4色展開。これ良さそうよね。なんかなんだ、巾着袋みたいな、そんな感じちゃうかったっけ。ではですね、最後、僕的マストバイ3つご紹介したいと思います。これ分かった方がええんちゃういうやつ。それがですね、まず1点目、トラックパーンツ。めっちゃ楽そうだし、だからフリースっぽい生地中が、だからめちゃくちゃね、ええんちゃうかな、みたいな。マストバイ2点目、トラックジャケット、セットアップで買いたいな、みたいな。ブラック上下セットアップで買いたいな、みたいな感じしてますけど。で、さらに3点目、こちらの、ポケットダブルロングコートのブラックとか欲しいな。これはかなり汎用性高くない？おそらく丈の長さも膝ぐらいありそうだし、これはヘビロテしそうな気しとるんですけどね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、リーク情報ということだったんですけども、また日本の方で解禁になりましたらね、またご紹介しようかなと思っております。レディースもちょっと余裕があればご紹介したいですけどね。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。